すぐできる簡単に痩せる方法をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じて健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきますととっても嬉しいです。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼント無料で差し上げております。ぜひ受け取ってくださいね。それでは1つ目の項目です。なぜすぐできて簡単で痩せることができるのかというその痩せるポイントについてお伝えしていきます。では痩せるポイント3つあります。1つ目です。腸内環境を整えてくれる材料だから。そして2つ目、代謝を促進してくれるから。そして3つ目、脂肪の蓄積を抑えてくれるから。ということで、もうこれ全てダイエットに必要なことですよね。この条件が全部含まれているダイエット法なんですよ。では2つ目の項目です。何をということで、今回このダイエット法のポイントはですね、こちら、レジスタントスターチを味方につけるっていうことになるんですよね。でこれは何ぞやっていうことなんですけども、要するに太る元、糖質がたっぷり含まれています炭水化物、まあ、例えば白米とかパンとか麺類ですよね。ああいったものに含まれているでんぷんのことなんですが、これがですね、一旦温める、まあ、ご飯であったりパンとか麺もそうですよね。温めた後にしばらくですね、ゆっくり冷ましてあげると、このレジスタントスターチがね、増えるんですよね。で増えたらどんないいことがあるのかと言いますと、その小腸で吸収されずに大腸までちゃんと届いて、それがですね、腸内細菌の餌になってくれるということで、結局食物繊維と似た働きをしてくれるっていうのがこのレジスタントスターチになるんですよね。そうするとですね、結局体脂肪がつきにくくなりますよっていう、お米やパンや麺に変身しますってことになるんです。はい、では3つ目の項目です。どのようにということで、では一体そのレジスタントスターチを効果的に作るためにはどのようにして行えばよいのかっていうそのポイントなんですけれども、こちら今回はですね、分かりやすく、まあ、おにぎりにしました。まあ、炭水化物といえば、まあ、お米おにぎりになりますよね。ですから一旦、まあ、ほかほかのねおにぎりを握っていただいた後にそのまま放っておく、冷やす、冷ますっていうことですよね。そうすると先ほどの成分の効果が発揮されて、結果体脂肪をため込みにくくするおにぎりに変身してくれますよっていうことなんですね。でもちろんだからといってですね、その白米のおにぎり、まあ、冷ましたものをですねたくさん食べていいのかっていうと、またそれは別のお話になりますよね。おにぎりといってもいろいろありますよね。ですから白米で作ったおにぎりよりもやっぱり玄米とかもち麦、食物繊維が豊富なものを穀類ですね使っていただくおにぎりの方が痩せます。ですから白米 100% よりもそれにもち麦を入れたり玄米を混ぜたり、まあ、私なんかも本当玄米 100% プラスもち麦のおにぎりなんですけれども、そういった形で工夫することももちろん大事です。そしてさらにこう具材ですよね、まあ、もちろんそのおにぎり何にも入れなくて好きっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、大体なんか中身入れますよね、梅干しとか。なのでやっぱりですね、タンパク質と発酵食品を組み合わせた、まあ、具材が入っているともうパーフェクトになりますね。なので私が別動画でお伝えしている卵ダイエットということで、そのね、私がお伝えしているそのタンパク質×発酵食品というその卵を使っていただきますと、さらに痩せるおにぎりへと変身することができます。さあいかがだったでしょうか。今回は太る元、糖質ですよね。糖質を取るということは血糖値が急上昇して、その間脂肪をため込むというこのサイクルを、まあ、いかに抑えることができるのかということで、でもやっぱり糖質って必要なんですよね。だったらいかに痩せる方にその炭水化物を変身させることができるのかということでお伝えしたのが今回の方法になります。まとめますと、炭水化物を召し上がるときは一旦温かい状態から冷ます。そうすると腸内環境が整って体脂肪をため込みにくくしてくれる効果
が一気に増えますから、同じおにぎりでも冷ますだけで、まあ、パンもそうですし麺もそうですけど一旦冷ます、まあ、さつまいもとかもそうですよね。よくさつまいもダイエットとかありますけれども、あれもやっぱりですね、ほかほかよりも冷ました方が痩せるんですよっていうその原理に基づいてあるわけですよね。ですから一旦炭水化物は冷ましたまんま召し上がるというのが痩せるポイントになります。さあいかがだったでしょうか。もう簡単でしょう。冷ますだけで痩せるんですよ。ぜひね取り組んでみてくださいね。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。